カフェコルタードコルタードは、少量の温かい牛乳で薄めたエスプレッソである。牛乳とコーヒーの日は1、1から1、2であり、牛乳はエスプレッソを作った後に加える。コルタードという言葉は、切るという意味のスペイン語の動詞の過去分詞である。コルタードは、カタルーニャ語では、タラット、バスク語では、エバキ、ポルトガル語では、ビンゴ、または、ガロト、フランス語では、 ノアゼットと呼ばれる。サンフランシスコのジブラルタル米国の特に西海岸では一般的にジブラルタルと呼ばれる。ジブラルタルという名前はブルーボトルコーヒーカンパニーやリチュアルコーヒーロースターズ等の焙煎書がのグラスに飲み物を入れて同じ名前で提供し始めたサンフランシスコが起源である。キューバではコルタディートとして知られ金属でできた特殊なグラスに入れて提供される。 等の多くのバリエーションもある。1960年代には、キューバ系アメリカ人によって、マイアミ近郊のリトルハバナに持ち込まれ、現在ではこの飲み物は、街中で見られ、特に、キューバ人の間では、日々の文化の重要な一部である。イタリアのカフェマキアートやカプチーノと似ており、オーストラリアの類似の飲み物は、ピッコロコウラテという。これは、 マキアートグラスに1ショット入れたものにカフェラテと同様にスチームミルクを1杯まで加えたものである。ポルトガルで人気のあるより大容量のものはガラオンと呼ばれ、コーヒーと牛乳の比率は1、3であるが、その他の点はコルタードとよく似ている。ありがとうございます。